はようございます。こんにちは。こんにちは。そしてこんばんは。こんばんは。株式会社アスクフルガーでございます。今日はサロンバックヤロー座談会ということで、稽古終盤ですけども、稽古場から、お送りしたいと思います。草場家の出演者の皆さん3人ご紹介させてください。まずはどうぞ。はい、草場家山本はじめ役の田中俊香です。よろしくお願いします。はい、草場家上田健人役萩原成也です。よろしくお願いします。上田ひな子役の大林元子です。よろしくお願いします。いやー、草場家もう稽古も終盤でして、うん、というか、まあ、もう皆さんご存知なんですけど、はいはい、バッキャローシリーズ10周年でございます。ありがとうございます。10周年を迎えました。今日ちょっとここにね、過去のチラシを持ってきましたけども、まあ、実はバッキャローって、まあ、長く続けさせていただいた中で、ね、着々とこう、ね、お客さんが見に来てくださるようになって、実は2010年から慎太郎さんと打ち合わせをして、公演する慎太郎さんと打ち合わせをして、2人で最初ね10時間お酒飲んだんですよ。居酒屋さんで。いましたね。うん、結構迷惑ですよ。夕方5時からもうがっつり夜中まで飲んで、3時ぐらいまでがっつり飲んでて、そこでもうサシで飲んで、うん、でサシで10時間サシで本当に、でいろんな演劇の話をして、うん、どうだこうだ、うん、そして生まれたんですよね、47都道府県の演劇を作ろうかって。そこからまあ始まってるわけですけど、それで、まあ、準備をしていただいて、で一番最初にもうその頃パソコンとかあったから、うん、こうデータでそんな音楽じゃない。そうね、であるじゃない、パソコンがあるないですね。もうあるじゃない、もちろん。でデータとかで台本送られてくるのかなと思ったら、ちゃんとプリントアウトしたものが封書で送られてきた。でその時に初めに送られてきたのが夏のバッキャロー、それがこの坂田修造編のね、一発目長野だったんですけど、このタイトルが来たわけですよ。それでもうこのバッキャロー、うん、バッキャローっていう響きがちょっと俺はやられちゃって、バカ野郎って言いたい時あるじゃないですか、あの頭きた時とかね、また嬉しい時、悔し泣きとかね、とかいろいろあるじゃないですか、バカ野郎。それをバッキャローってこのなんか濁わす感じだったりとか、いやもうこれが素敵だなと思って、人生で一回も言うことないセリフです。ないよね。ないんすよ。よくこれにしちゃったせいで大変ですよ。歴代の主演の人たちが、あ、歴代のバッキャロー叫ぶ人たちは、そうですよね。はい、言わないもんね。言わないですよ。男の子言わない。言わないっすよ。バッキャロー、バッキャローバッキャローって言わない、言わないですよ。バーカーとかね、アホカーとかね、アホカー、そういうのは、そうバッキャローとか、なんか、チェアンレインみたいな。そうなんですよ。だから僕、そこ結構聞きたくて、そのバッキャローっていう言葉が、どっから生まれたのかっていうのが、これは2人の話し合いじゃなくて、もう、慎太郎さんの本で、そうそう、出てきたんですよ。へぇ、それは一番最初の脚本も、最後の主人公のセリフだったんですか。そうです。でもう全、私はごめんなさい、全部は見てないんですけど、うん、全シーンも必ずそれであります。必ずバッキャロー、唯一ね、バッキャローを作品の中で2回言った作品があるんですよね。おお、なんだっけ、なんだどれか、どれかが2回言ってるんですよ。確か、結構前、うん、ちょっと見直さないと分かんないけど、これの雫は2人、うん、主人公2人いるじゃないですか、うん、2回ばっかり、あ、2回言ったね。もう言ってんのかい。それで、あ、これつい先日終わったやつですけど、そう、いや、私出てましたけど DVD まもなく発送されます。覚えてない、そういうことか。あの、バッキャローっていうの同じようにやるのかなと思ったバッキャロー、ね、2回ずっと1回やったんですけど、2回、え、もう1個ありますよ、どっか。これは1人で2回言ったやつがあるってことですね。そうです。そうなんですよ。まあ、それでまあ最初この夏バカが来て、それでこれをねやったんです。これのやる前にスピンオフをやろう、
って言って夏バカに向けてのやつを1個前に梅雨のバカ。梅雨が一発目だったんですか？これが一発目です。あ、夏じゃないんですね。夏じゃないですね。でも企画はこっちが先。スピンオフからやるってまた斬新です。斬新です。スピンオフのちょっとメンバーお願いしますよ。いやいやいや、これもうすごいですよ。もう僕も出ちゃってますから、ね、なんだったら俺見に行ってますからね。あ、そうなの。俺見に行ってるし、行きましたし、劇場の一番端っこで狭い劇場でもう横にちょっとね、そうそう、大きな方が座ってて、でこっち壁で俺こうなりながら見てた。俺大変だなもうと思いながら見てたんですけど、はい、面白くて、うん、古川先生来たら俺もニヤニヤしちゃって、めちゃくちゃ僕、まあ、あれしか見たことないんですけど、僕あの酔っ払いの駐在のおまわりさんだったんですけど、でしたよ、源さん。源さん、はい、ずっと酔っ払ってるんですよ。え、この時主演はバッキャローを言ったのは小太郎さんなの？いや、違います。これはあやです。田畑あやちゃん、バッキャローを言った。はい、川田さん、小太郎さんね、濃いメンバーの。濃いメンバーですね、ちょっとね。小太郎さんの、小太郎だけですかね、全部出てるの。そうですよね。あ、そうなんだ。全部出てます。そうです。また最初だからこう長野県から始まって、新太郎さんの方から、そうです、酒蔵から始まって、そしてこの次がこれですね。はい、年が出た、はい、新潟県佐渡島。やっぱ一番輝いてますよね。どれよりもいい、もうフライヤーからほら、すごいじゃないですか。やっぱね、バッキャローって一個言っていいですか？敵対心があるんです。そうそう。敵対心があるんで、やっぱ俺たちが一番いいって自負がすごくて、シリーズごとにね。そう、いや、わかんないですよ、そのチームは知らないですけど。どうしてもどうするんですか、今回。そうよ、今回日本で出ちゃいましたけど、どっちがいいんですか？いや、どっちがいいかって言われたら、まだこっち。あはははは、俺も嘘つく必要ないの。まだね、終わってない。だってこれ3回やってるんですよ。それをたった半月で塗り替えられるわけがないんですよ。でも、それはわからないです。まだ未知なんです。ここからね、現段階はね、まあ、現段階は未知ですけど、僕は今のカンパニーがすごく好きですよ、本当に。最初から言いましたよ、僕はこれを超えられることはないと思うんで、お断りしますと。僕はこれ大事すぎるって。でも今回はその未知に挑戦したいと。これを超えるとかはもう考えません。同じこう目指すんじゃなくて、違う方向性で新しいものを見たいっていうことで受けさせていただきました。いやいや、もう上田圭介も出てたからね。出てましたね。もう全お医者さん役で出てた。で、こうね、真心勝負を新潟行きまして、そして次が大倉旅館編、はいね、大倉旅館どちらですか？これはあそこです、愛媛の、愛媛、はい、道後温泉。これはセットすごかったですね。まあ、旅館作りましたからね、うん、旅館の離れのお部屋を、はい、つけおって、これも3部作やりました。そしてその次が長崎県軍艦島ですね。はい、これいきました。ヤギのバッキャロー、塩のバッキャロー、月のバッキャロー、基本は3がベースのようだったんですね。そうです、3がね、本当基本前編、まあ、中編、後編っていうようなことが基本だったんですけど、あのね、キャストさんをね、やっぱりこうスケジュールを抑えさせてもらう、なかなかね、3部作って1年間ずっと抑えるような感じになってきちゃうので、それでまあキャスト、役を変えたくないなとかっていう方向から前編後編にしようかっていう。それでその後、長崎終わった富岡製糸場、群馬県ですね、富岡製糸場の山バカ、雪バカ、ここから前編後編になりました。劇場もここぐらいからですかね、大きなビッグツリーシアターになって。そうですね、ボックスインボックスから。確かにこれボックス、長崎軍艦島編はボックスインボックスだったんで、富岡製糸場から、ビッグツリーシアターって感じでしたね。ホームになってきた感じですね。ビッグの方がちょっとタッパが高いんですよ、でセットをこう大きなものを建てたくて、富岡製糸場のこう入り口をね、建てたかったんで、それでビッグにした。でもそれで最大限になんか良かったの、この東京タワーじゃないですか？確かにそうですね。東京タワー、群馬から東京タワー行きました。東京早かったねってさっきね。そう、なんか47あると東京って割と、確かにね、後で行きそうですもんね。結構来ちゃったよね。ですね、東京タワーにね、はい、東京タワーを建てた男たちの物語です。まさかの。しかも時代もちょっと大体現代にして、それちょっとね、パッドでしたもんね。そうですね、もう高度成長期、昭和33年の東京タワーを建てた。あ、これ以外は結構現代なんですか？
基本的に現代じゃないかな。富岡製糸場、富岡製糸場もね、シーズン2はその歴史シリーズとしてやってるんで、まあ、軍艦島もそうだもんね。そうですね、軍艦からそういう感じですね。軍艦、富岡、東京タワー、うん、そして今度ワインの方に食シリーズなんですね、うん、食べ物飲み物シリーズになって、山梨の岡バカで、こちらが山形の土バカですね、はい、そしてここでコロナがほら、そうですね、コロナで中止になったりとかして、ちょっと時期を置いて初めてロゼ公演ということで、うん、バッキャローのあれで言ったら自分たちのにみんな自信を持ってるじゃないですか。 そうね、それが集まるじゃないですか。これ大丈夫だったんですか。うん、結構ね、オカバカメンバーも土バカメンバーも稽古が分かれてたんだよね。あー、結構あった、結構これ、結構こう意識してた。あったんですか。あったんですか。これ私は、お前ちょっと裏濃いよね。裏が濃いよ。それないでしょ。元さんどっちも出たんですか。私のアタック食らわせてやるみたいな。あ、そのことじゃない。私ここからスタートだったんですけど、役としてこれバッキャローって地元の人の役の人と、うん、その部外者というか県外とか、はい、旅人とかね、やつがあって、そう、あの地元の役の人ってやっぱりすごい団体一致団結するんだけど、旅人ってちょっとなんかゲスト扱いな気分で、私全部旅人だったんですよ、うん、あの岡と雫と父は、うん、で旅人だったので、割となんか稽古場とかもこうみんなが集まってるところにも自分でこう包めなきゃみたいな、だから一人いることが多かったの。でもあの土と岡の人たちがチームにできていて、その中ですごく私今どっちに行けばいいんじゃないかっていう、なるほど、どっちにも行けるけど、どっちもなんか染まりきれない感じはありますよね。でもシーンがややあの土の方が長いとなると、なんか岡の人からするとあっちはなんか全員のシーン多いねみたいなのがあって、それはそれでなんか、だからトシ君が言う、あのバトル戦いっていうのが自分たちがやってきたのが一番だとすごく感じました。でもね、本当に歴代のキャストの人たちはやっぱ自分が出たバッキャローが一番やっぱり、でもそれは制作者としてはとっても嬉しいものですから、もうなんかそんなスタンスでずっといけたらいいなって思います。ナルはどれを見たの。僕はあ、ナルどれ、僕は本当昔にどれかを見てるんですよ、絶対、うん、それは覚えてるんですけど、どれかをこのフライヤーを見ても思い出せないんですよ、うん、それはわからないね。で岡と、土は2つを見てて、うん、あ、見てるんだ、はい、で岡と土は本当に僕めちゃめちゃ号泣して、うん、で古川さんに出してくれって、うん、そうね、うん、岡見に来た時かな、うん、最初こうロビー来て、あ、おはようございますとかって、あ、ありがとうねって言ってこう笑顔で行きたい、うん、で帰り、ありがとうございましたなんていうロビーの姿を号泣しながら、え、嘘でしょなるって、いやー、ちょっとやばい、泣くことあるんですね。僕は結構泣くんですよ舞台見ると結構泣くんですけど、いいと、うん、いいとというか、その、うん、刺さると、うん、でバッキャローに関してはすごい正直な話、お芝居の作り方とかテイスト的には僕はそんなに好みではなかったんです、うん、見た時に、うん、でも最後、うん、めちゃくちゃ泣いたんです、うん、うわ、俺は術中にハマってるなと、うん、そうね、この作品ので、人間をすごい感じたんですよ、うん、バッキャローにこうに出てる人たちみんな人だな、人間だなってすげえ思って号泣して、古川さんにどうにかして出してくれた、うん、僕は今、ね、役者としてそんなにやってなくて、年に1回しか出ない、年に1、2本しか出てないから、どうせ出るんだったらこういう作品出たいって言って、うん、熱烈逆オファーをしてやっと今回出ることに、2年越しの、年越しの、ああ、そうか、そうか、うん、だからもう良かったですよ、土の時はもう入った瞬間に土の匂いがこう感じただけで、ちょっとなんか泣きそうになって、最初のシーンで、土バカの最初のシーンで大人2人が話してました、はいはいはい、あそこで僕も泣いてました早っ、すごいね、そう、もうだから僕バッキャローの世界の人間に毒されちゃったんですよ1回、ね、だから2人が会話、本当大人が会話してるだけの、何で泣いたのか自分も分かんないですよ、ね、分かんないけど、なんかそれがもうバッキャローの僕には、いやー、もうそんな感じで10年来てますけども、そしてね、10周年目、この草バカでございます、はい、
もう結構終盤ですけど、うん、どうですか。今日は衣装好き同士ですね。あ、そうですね、はい、まだ何だろう、あの昨日2回目の投資があったんですけども、はい、なんか2回目の投資で多分皆さんいろんなものが見えたなというところがあって、うんうん、あのまあ、僕の勝手な感想ですけど、慎太郎さんは手応えを感じてらっしゃったので、うん、なんかいけるなっていうところはありつつ、でもあの満足させてくれない人なんで、あの人は、はい、じゃあ明日は全然違うものを見せてくださいって言われてるんで、うん、俺たちの中でなんかもう完成したっていう感じが全くないんですよ、ね、そうですね、でも本当にこれ以上上に行けるんだろうかっていう、うん、なんかこう役者として常に、はい、もっともっとって言われてる感じがしてっていう感じですかね、うん、なるほど。僕も昨日の投資に関してはとし君が最後にああなることが僕らの仕事だと思う。え、どうなるんですか。それはちょっと分かんないですけど、とし君が最後これ言ったら見るから、トシ君が最後あ、そうね、あ、見終わった後も戦ってるでしょ。もうすいません、トシ君の最後のあのバッキャロを聞くために僕たちはあそこに向かっていけるような人間じゃなきゃいけないなって思ってるんですよ。おー、それは深いね。僕があのバッキャロに出ることに決まってからずっとそこをこう本を読んだ時から思ってて、あ、僕ら地元の人間がトシ君をああさせなきゃいけないってなった、そのあれが初めて見れたじゃないですか、今回の稽古で。だからそこに行くことを毎回別のアプローチだろうが何だろうが、作品が変わろうが、トシ君があそこに行ける人間でいることが絶対必要で、それを慎太郎さんは毎回多分違うものを求めてくるんだろうなっていうところが、こっからの僕たちの勝負ですよね。あ、来た。多分、ね、昨日と同じだったらトシ君はああならないと思うんで。どうですか。やっぱり私が4回目で初めてその中川をやって、やっぱりバッキャロー感が全く変わったんで、うん、あ、そうか、地元側をね、うん、やったからね、そうか、岡山、なんか本当にバッキャローに入れた気がするっていう、へえ、でもそうかも、わかります。トシ君は最初は、あ、そういう感じ。僕逆なんです、僕は地元側の人間で今回来る側ね、そうそうそう、ね、あ、それ言っちゃったの。あ、はい、いいんですよ。あ、いいのね、別にいいんですけども、大丈夫です。来る側なんですけども、でも来る側の人間はやっぱりなんか入れないあれはあるんですよ。でも僕は今回全然それでよくて、入れなくてもなんか違うんですけど、旅人からだと通すね。そう、だから初めてこう嬉しさと、逆に言うとここにいる人の許容の広さとかがどんだけしっかりしないかっていう嬉しさが実はあって、うんうん、確かに何かをするわけじゃないんだけど、存在がちゃんとしなきゃって、慎太郎さんから日々いろんな宿題といただいて、なんか芝居以外の自分が成長できたらなって思いながらいます。なんか稽古してて、もともとさん芝居好きなんだなって、すっげーわかりますよ。できないのにやりたがりっていう、でもみんなどんどん教えてほしいっていう、でもなんかさ、こういろいろみんなで稽古場でやっぱり、まあ、慎太郎さんがね、ダメ出ししたりとか、お芝居に関してだったりとか、岡山の人こうだよとかっていう話を聞きながらも、その後みんなでこうなんかいろんなセッションをするじゃないですか、うん、俺それってすごい素敵だなと思ってて、今なかなかないんですよ、そういう作り方をする、うん、だってもう変な話、もう昔のこの真心食堂なんて稽古6時に終わったら、だいたい稽古場って9時ぐらいからでしょ、9時、22時、10時、10時とか、もうすぐ稽古場でみんな飲んでました、ね、時代的にね、もうすごかった、ね、だって真心なんてまして、あの食堂の話で、あのビールの生のサーバーがあったんで、うん、それは本当に稽古場にあって、本当に生ビールを継ぎながらやってたんで、いつこれ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 、あらまあ、これが真心食堂です。みんなで飲んだり食べたりすることが稽古って感じだったから、うん、いやそうだよね、本当それでなんかこうチームというか、でも明らかに深まりますからね、うん、そう、それがあるだけで今なかなかね、できない状況ではあるけども、そんな中でもあのうまくいきたいなと思って、草のバッキャロー後編のタイトル予想、あ、おー、なんか突然カンペが出てきましたけど、すごい、え、なんだろう牛のバッキャロー、すごい、すごいシンプルで、何なんだろう、でも土来ちゃったもんね、もうあるもんね、土がね、いや俺知ってんだけど、え、やだ、だって月も来ちゃってるもんな、俺知ってんだけど、でも
慎太郎さんの中でまた変わるかもしれないから、それは分からない。まあまああれでしょう、ね、じゃあ、あ、空もあるやん。あるあるあるあります。空もあったじゃん。あれでも空行こうと思った。一言とは限らない、ね、一言とは限らない。でなるべく2文字で行きたいけど、まあちょっと暁とかね、そういうのもあったんで、ちょっと当てて。なんだろう、魚ばっちゃん。魚、あー、傾斜ですね。魚、あ、多分ね、これね、慎太郎さん見てて、うん、ヒントをもらうと思う。あ、まだ、まだ俺らのこの言うことに対して、そう俺らのこの言うことに対して慎太郎さんが、うん、ああなるほどね、いやそれないなとか多分ね、ある。ちょっと言っといた方がいい。シンプルに父のバッキャロ。あ、お父の、お父の父ね。お父の、父じゃなくて、父じゃなくて、父、お父さん、ミルク、ミルクの方、ミルクの、ミルクの方の父のバッキャロ。じゃあもうミルクのバッキャロ。可愛くなった。でも父もあるんじゃない、逆の父、本当の父。あ、確かにね、シンプル父も。あ、お父さん、今慎太郎さん引っかかるポイントですね。シンプル父あり、ね、あ、まあ、そこにかけてくるやつね、うん、2つね、うんうん、父と父をかけてくる、うん、それめっちゃあるじゃないですか。あ、うわうわ、なんか作家っぽいね。僕作家なんですよ。普段失礼です、びっくりした。今またフル回転しました。なんだろう、なんだろう、ちょっと分かる。でもこの辺はちょっとやっぱ慎太郎さんからのさ発表をさ、父の父、多分千秋楽の日にまた手紙が慎太郎さんから来ますから、うん、恒例の。あれ分かっていながら毎回ドキドキですよ、ね、分かっていながら毎回ちょっと待ったってやるんですよ。みんな分かってるんですけどね。まあ恒例ですから。でも誰なんだろう、誰なんだろうっていうドキドキ、まあ、そこの手紙で発表されると思いますので、次のタイトル、はい、楽しみにしていただきたいと思いますが、さあ皆さんもうすでにお気づきかと思いますけども、はい、みんな同じパーカーを着ております。お、これはあのバッキャローのこちらですね。ことさん逆側、はい、これですね、はい、こうあります。バッキャローパーカーでございます。もちろんあの、うん、今回これも販売をしてるんですけども、うん、複数回ご感激いただいたお客様の特典で、うん、あの10回見ていただいた方にはもうこれをプレゼントしようと。いいですね、本当です。今回それで10周年記念ということで、ちょっとしたパンフレットを、過去のこういう作品の紹介するようなパンフレットも販売するんですけども、うん、それとそこにお好きなキャスト様のサインを入れさせていただいて、なおかつこれをプレゼントしようかなっていう、うん、キャストとお揃いのやつを。どうしてお揃いのやつ、グレーのパーカーなんてもう何本あってもいいですからね。何本あってもいいです。いや、いいよね。まあ、どうですか皆さん、いい、結構可愛いと思うんですけども、はい、ね、なんかね、ソフトにインナー、この上にライダーズジャケットね、羽織ってもらって、うん、これやっぱりここが黒っていうのがいいですね。そうです、かわいい、最近流行ってるあのダウンベストとかあるじゃないですか、うん、これからダウンベストの下に来て、はいはい、その中にね、とっても可愛いと思います。で、まあ、特典の方もいろいろありますので、はい、ぜひホームページとか見ていただいて、はい、それでも多くの皆さんに、こういったご時世ではありますが、万全な対策、感染症防止の対策をとって劇場でお迎えしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあとし君一人ずつ皆さん最後のお客様にメッセージをお願いできますか。私が最初から、はい、あ、じゃあそうですね、はい、そうですね、まあ、今もね座談会で話したんですけど、とにかくも皆さんに見ていただきたい、私たちが今生きている、そして皆さんがなんかこれから、あ、頑張ろう、これから頑張ってきていこう、今幸せだなと思ってもらえるような時間にしたいと思います。劇場でお待ちしております。はい、はい、最後まで見ていただきありがとうございます。な、感動して泣くとか、ここがすごく良くて泣いちゃったとか、そういうことって舞台見てたりとか映画見てたら多々あると思うんですけど、僕は人間を感じて泣くみたいな、なんかもうなんで泣いてるのか自分がよくわからないっていう状態をこのバッキャローでは感じることができたので、どうしても出たいと僕は思って、ルカさんにお願いさせてもらったんですけど、その感覚を感じてほしい、とにかく僕が思ってるのはそこで、それを僕らが作れるかどうかっていうのがこのバッキャローに出てる意味だと思ってるので、皆さんぜひ体感しに来ていただければ嬉しいなと思います。ありがとうございました。はい、はい、僕は割と演じている役にその生活まで侵されていく人なんですけれども、最近あんまいいことないですなんかね、あんまついてないなと思うことは、あ、多々ある、多いんです、はい、多いんですけれども、最近なんか優しさを感じることも多いんですよ。
特にあのこの期間、稽古期間に入ってからで、それをすごく感じられるっていうのは、ああ今役が入ってるなって感じるんで、そのお客さん、見てくださるお客さんも僕に共感して、同じようにこの出てるキャストたちや、ここに生きてる人たちの優しさを感じて、なんか心温かくなって帰って、それを誰かに渡してもらったらすごく嬉しいなと思うんで、ぜひ1回でも2回でも見に来てくれたら嬉しいなと思います。待ってます。はい、ということで、北のバッケロー、バッケローシリーズ10周年公演、10公演、シアターグリーンのリクスリシアターにて、10月の5日から10月の11日まで上演いたしますので、ぜひ温かい気持ちで帰っていただけると思いますので、ご覧になっていただければと思います。はい、本日は座談会お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。待ってます。